ですけど、はい、それまたドッキリというか、はい、ドキュメンタリーというか、プーさんに、はい、今日僕は企画費で1000万ぐらい今金庫にあるんですけど、それをちょっと盗んでもらいたいんですよ。結構管理がちゃんとしてるんで、多分そこは見つかると思うんですけど、はい、その時にどんな反応するか。え、ここ結構いる。え、じゃあ見たい見たいですよ。これはい、これありません、普通に上に。なんでなくなったんですか。いや、あの今日持ってください。基本的に言ってます。カバン入ってない、なんか入れてないはずだけど、その企画で持っていくようで自分らが聞いてたんで。カバンは、みんなのカバンを取るけど、俺のカバンは。これは全然カバン。あ、これ僕の。あー、アミさん、こんにちは。人差し指と中指の爪、綺麗にヤスリで研いでる旦那、100% フリンしてる。はい、どうもこんにちは。ジャン君、帰ってきて。はい、どうもこんにちは。Eさん、噛みすぎ、テイク、めちゃめちゃ増えた。これ4回目くらいですからね。はい、すいません、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい。この挨拶ってこんなリテイクあるんだなって僕は初めて。はい、すいません、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。めっちゃ水槽汚くね。何今日来ます。何これ毒の水汲んできたんですか。今日来ます、今日来ます。田んぼの横の水の汲んできた。今日なんですけど、はい、まだドッキリというか、はい、ドキュメンタリーというか、はい、ちょっとラファエルが、はい、基本人に怒らないんですよ。怒らないというか、もうどんなことがあっても許しちゃうっていうか。あ、でも確かに見たことないです。はい、怒らないです、本当に怒らない。じゃあなんでジャン君辞めちゃったの。まあ、怒られたからじゃない。あめっちゃ怒られたから。それダメね。ジャン君は YouTube やってます。 YouTuber として活動始めてるんで。誰が見るの。俺見たい見たい。結構見られてますよ。見て見て低評価押しに行きたい。で、今日それをちょっと怒ってるっていうか、威厳をちょっと保ってほしいんですよ、やっぱり。そのやっぱりボスじゃないですか。で、それでプーさんに、今日僕ら企画費で1000万ぐらい今金庫にあるんですけど、それをちょっと盗んでもらいたいんですよ。マジですか。盗んでもらっても、はい、もうバレなきゃいいんですけど。え、本当に持って帰っていいですか。バレなければ。マジですか。はい、でもそれ俺ら犯罪者になるくね。まあ僕が OK です。許可をいただいて。僕は全権を持ってるんで。あ、本当ですか。そうかね、とかね。はい、それは大丈夫です。え、ところでなんですけど、はい、あの実際にお会いすると、はい、結構髪の毛遊んでますね。遊んでるのは結構。原宿で切ってるでしょ、これ。いや、原宿だ、これ。青山だ、これ。青山来たわ。いや、大丈夫です。絶対。まあ、そういう感じの企画で、はいはい、まあでもさすがに気づくと思うんですよ。お金に結構こすいというか、はい、まあ別に払うとこは羽振りいいんですけど、はいはいはい、結構管理がちゃんとしてるんで、多分そこは見つかると思うんですけど、はい、その時にどんな反応するか、はい、ただ社長としての威厳があるのかっていうのを見ていきたいんですけど、はい、それを協力していただきたいんですけど。なるほど、はい、プーさんちょっとあの動画で見ると結構怖いイメージというか、結構怒ってるイメージがあるんで。いや、そんなのないですよ。僕はあれ普段なんで。普段だとまずして普段で。普段で、はい、もっと切れると多分こう言ってる、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 やめなさい、何をえぐってんの。やられるとマジで困るんですけど、ちょっとあんな動画のイメージで、はい、ちょっとまあ空気悪くしてもらって。あ、なるほど、はい、多分ラファエル自身も多分そういう感じのプーさんのキャラで思ってるんで、ほんまにそういう人と思ってる。なるほど、その状態でラファさんがほ、はい、あのちゃんとプーさん怒れるかどうかってことですね。そうそう、ちゃんとお金盗むってさすがに悪いじゃないですか、それちゃんと言えるのかっていう。僕空気悪くするの得意なんだよ。一番得意なんだよ。ね、もう空気をこうなんかうんってさ。普通にあのタメ口のタクシー運転手とかに切れますからね。え、これマジです。これマジです。いや、もう接客業としてどうなんて。自分でその接客業選んだんでしょ。なのにそれおかしくないですか。ああ、世直しみたいな感じですね、じゃあ。そうですそうです。そういうことですよね。あのネットの人切り抜刀斎って呼ばれてる。あそうです、はいはい、なるほど。じゃあ今日もそんな感じの切れ味でちょっとお願いしてください。はい、じゃあちょっと僕はまあ1000万盗めるぐらいのところだけ用意するんで、はい、あとはちょっとまあ適当に持ってもらって、はいはい、でそのリアクションをラファエルの意見を見ていただきます。わかります。すいません、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。今ラファさん何してるんですか。ここラファさんちょっと出てますね。普通に会議とかで結構出てることなんで、また会食、女か会議、どっちかですね。女っすね、女っすね、女っすね。まあ会議といって女行ってる。いや、ワンチャン俺、ロブスター食えるんだったら、はい、俺カブトムシ食えると思ってる。全然食えるくない。確かに、だからほとんど変わんないじゃん。いや、全然違います。なんかカブトムシとかクワガタとかいけるんだよ。よろしくお願いします。すいません、買うみたいなやつ。あ、今日すいません、僕ちょっとあの裸だけ NG なんですけど。裸ダメ。裸だけちょっと
はい、ライトクラブですか。どうしますか。お金結構あるんで、家族買うみたいなやります。家族買うみたいなやつ。おいい、ね、俺らのセンスで。あ、どれ以上ですか。一回勝手に買われてるんで、この家具。あ、そうですか。え、じゃあ、とりあえず座椅子20個ぐらいいますで、今回はあのもうお二人のセンスで買うみたいな。マジですか。いいですよね。別にどんどん一緒に行って、いらっしゃる、ね、一任するんで、僕が、まあ、もう言い返せないみたいな座組というか。窓向きで小学生が使うこの担当セットのこの勉強机みたいなのがガーッとなるみんなで勉強できる図書館みたいな。いやいや、自習室みたいな。いやもう1000万企画費で。1000万ですか。いいですか。どれなのか何百万。僕ハーレーちょっと持ってます。それは普通に渋いですよね。ボケなしに渋いですよね。普通え、じゃあ、リナ、あれ、金出した相手や。あ、出てますよ。あ、ほんまに。はい。え、金庫あるんすか。使うかなと思う、金庫。え、ここに金庫いてんすか。金庫います。え、じゃあ、見たいです。え、金庫、あ、いいっすよ。え、普通に家の中やる。あ、普通にクローゼット。え、マジ。え、いいっすか。あ、いいっすよ。え、道いいっすか。あ、全然。裏入ってんすか。もう全然普段入れてないです。ちっちゃい金庫なんで入れないです。あ、そうなの。僕とか入れないです。えー、え、しょ、見たい。え、マジですか。あ、全然ですよ。マジ食いついてんの。見て、見て。え、もう食べてた。行こうよ、行こうよ。え、なんで、ちょっと痛くない。いや、別にね。だってラマさんの動画で結構見てるもん。動画で見るのと生で見るのよ。ちょっと重み違うじゃないですか。突き当たり右のクローゼットになるよ。え、見て、金庫簡単に言っちゃう。え、マジで。金庫、え、こっち行けばいいですか。金庫、はい、全然金庫見ても何もできないんで。え、そうなの。確かに。マジで見て、金庫そんな驚きますかね。そんな驚きますか、金庫。いや、マジか。マジか、なんかここあ、どこあるんだ、これ。これか。え、これ、わかる？いや、普通に置いてあるやん、やばく？頭おかしい。ここの家の人たち、頭おかしいのかな？は？なんで札束の隣にナイフ置いてあるの？やば。いろいろやばい。いや、多分どっかにあるっすね。このリザーもカバンとか入れたんじゃん。いや、入れないっすね。
もう水面出してきましたね。マジ？ガチです。マジ？いや使うかなとでもうダッシュボードもって、時間かかるから。あれ？金庫の方行ってないですね。そもそも出しといたやつって、その後。電子レンジなんかないですか？マジで。一回温めた方がなんか増える。あ、増えるかもしれない。もう調子。そうそう。いや。ノースモーキングなんで。ねえ。わざとやってんだろお前。な。ダメダメダメ。ダメ。マジでダメ。マジで。すいませんすいません。すいません。そうです。そうです。どうしようかな。どうしようかな。結構大変じゃないですか。確かに。え？え？置いましたっけね。置いてた。え？入ったっけ？あのあそこ入った。いや入ってないです。ここになくなるものが結構しくね、かさばるんですね。新しいか。いやいやもうすみませんすみません。おめえが言ったんだろ。すみませんすみませんすみません。おいやべえお前。すげえな。やるか。いやいやちょっとやめよう。いやプーさんもやめときましょうやめときましょう。喧嘩やるメリット。いやお前がこの野郎って上手。しょっぱだからこれかよ。まあいつも通り僕置いてたわけですよ。上出すとき横です。どうしよう、でもそれ以外の企画でできないですよ。伊勢は急に下ろせないんで。ああ、そうそう。急にキング行って下ろせないんですよ。どうしようか、そっか、トイレとかも出ないですよ。おしっこするついでに、こう取れちゃった。さすがに、予算つばさじゃないんで。予算つばさ多分しないと思うんですけど。お尻拭く用の2とか。何あれ、本当ですか。では、どうしようかな。いや、僕入ってないんですよ。僕出してそのままですよ。僕もずっといたんで。カバン、カバン入ってない？なんか入れてない間違って、その企画で持っていく用で自分らが気遣って入れてくれてへん。カバンは、ちょみんなのカバンもそれ見ようよ、俺のカバンとあれと。まあ一応見ますね。うん。見た方がいいっすよ。僕は、カバンも入ってる。カバンは？で、ラバさんも入ってないんですか？これは誰のカバン？あ、これ僕の。ああ、ハルプーさん。はい、これは。あ、そっちのカバンとか見ました？大丈夫ですか？あ、これラバさんです。さっき確認しましたね。はい。一応大丈夫です。なるほど。行った時は何もなかったですか？ああ、ありました、ありました。あの時は僕行った時はありました。あった、はい、あったあった、え、あったってなったこと。だからそこにあって、これ見たから、おすげーって。え、待って、金が置いてあった。うん、あった、出しました。僕出したから。出してない？はい、僕出してるんです、それで。で、あ、すげーって思って、出ました。あったんですか？その時あったんですか？今見間違いじゃないですか？あるんじゃないですか？あったっすね。なんか転がって落ちたとかじゃないですか。まあ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 言うて言うて、はい。そしたら影とかね。どうしよう。時間的に時間の余裕でね、そろそろ行かないと。あ、ないですね。やっぱないですね。ないですね。はい。さっき行った時あったんですね。ありましたありました。あ、今行った方です。さっき行った時あって、今ない。今ない。どういうこと？いや。いや、どういうしましょう。いや、ちゃんとしてもらってます、そこ。お金ないんで、今。そこはちゃんと、やっぱ1000万。え、どうしようかな、ないもん。ないもんね。いやいやいや、ない、ないと思う。今、僕出してあって、プーさんいた時あったじゃないですか。で、今ないんで、それはあるはず。だから、ちゃんとしてもらってます。え、でもどうしよう、でも、ないっす。プーさんいた時あったっつうの、まあ、ありました。僕は全然、気になってて、はい。いや、でも普通に考えたら…え、俺ですか？え、俺ですか？いや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 、え、いや、それはまさかまさか。いやいやいや、そういうことを言いたいってことですか？いや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 、多分そういうことですよね、ラバさん。え、そういうことをおっしゃりたいっていうことですか？いや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 、っていうことでいいですか？失敗。だからここやめよ。なんで？だから俺ね、いや、一瞬で終わるじゃん、こんなところで。俺一瞬で終わらすって思ってた。え、何？え、もしかして喧嘩長時間やるタイプ？いや、やらないよ。相手によるよね。あ、そう。で、はい、どうぞ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 。相手にいるでしょ。あ、どうぞ。構えてるから。なるほど。ちゃんとしてください。え、俺ってことですか？いやいやいや、そういう意味じゃなくて。え、どうですか？え、じゃあ、
あ、いやいやいや、なんかあります。なんかでも僕撮る理由もないし、今からだって撮影っていうところだし、それを使うっていうのは分かってるし、今俺そこでパクったらその後の企画もどうしようもないじゃないですか。このタイミングで俺パクるわけなくないですかっていう話、ね、まあ、そうだね、単純に。確かにで、どう考えても怪しい、じゃあそのタイミングでできたってことは確かに、確かに。そこで俺が撮ったらもうあからさまじゃん。え、じゃあ違いますよ。まあ、違いますっていうかね、疑われてるのも俺すごい心配だなって。ああ、確かに。あ、いや、疑ってるとかないですよ、全然。じゃあ俺じゃないって言うんですか。いや、だからプーさんじゃないでしょ、そこは。プーさんじゃないでしょ。まあ、あれでしょ。いや、びっくりした。俺なんか疑われてるかと思ったから。全然。びっくりした。まあ、お金ごとにちゃんとしないと。ないのはない。この後の企画に。はい。いや、僕は出しました。だから、そこはもう。で、見たの？もうそれを見てます。じゃあなんで消えたの？そうそうそう。撮ってはないんだよね。撮ってはない。見たは見たです。あ、でもこれちょっと収集つかない。でもまあそれなんかドッキリとかでやってたらないと思うし、ね、お金だからさ。いやいやいや。シャレになる。シャレになる。シャレになる。あ、いやいや全然全然。まとめましょうか。ちょっと。まあ、とりあえずもうこっちの企画は後回しで先にコレさんの企画とかやって、とりあえず行った。ああ。まだまだ。いやでもどうするんですか、でも1000万円ってお前やろ。いや俺本当に、え、俺だと思うんですか。え、どうか思わないですか。いやいやいや、プーさん取れないでしょ。そうですよね。いや、よかった。この中で取れるの唯一プーさんぐらいじゃないですか。いやでも、俺じゃなくてイーサーとかの世界ですよ。僕はでもいつも通り出してったら、こいつはいつも取るんで。あそれでもこいつです。それでもこいつです。あ、伊佐さん、伊佐か。こいつです。僕だって今も何もないです。さっき言った時は当たって、今ないんで。僕何もしない。まあまあ、もうこっちの企画は行った後回して、これは探されの作業なんで、とりあえず。まあ、家の中にあるはずなんで。まあ、間違いなくこの中にありますからね。そうです。なんで、一旦これさんの方の企画先にやっちゃって。マジですか？いいですか？まあ、いいですか？はい。なんで、それでいいじゃないですか。今日、企画何使うんですか？何用意すればいいですかね。今日企画発表して。僕らですか？はい。いや、僕ら、なんか、せっかくなんで、近況に。お引越しされたじゃないですか、はいはい、まあそういう意味で、まあ多分家具とかもまだ揃ってないんじゃないですか。え、あ、ちょっと企画被りですね。まあ、そうなんですよ、ちょっと被っちゃってるんですよね。で、まあちょっとそうですね、まあお互い、まあちょっと同じような企画で申し訳ないんですけど、だから、まあ僕らのセンスでなりたいなっていう、あ、めっちゃ企画、はい、で、なんか生さんが必要そうなものがあるかなって言ってたので、あ、全然ありがたいですよ、それは。まあ企画でね、はい、僕ら持ってきてるんですけど、まあ、今回ちょっとこちら、あー、企画でプーさん撮ってるやん。プーさん撮ってるじゃないですか。やっぱりお前じゃねえ。プーさん撮ってるじゃないですか。やっぱお前じゃねえ。いや、これを言ってたんですよ、僕ずっと。これ、うちの金キャッチ&リリースじゃないわけねえ。これ、うちのお金ですけど、オフでそのギャグするのやめてもらっていいですか。マジでオフでそのギャグするやつ。え、これ、え、なんでラモさん言わないの。絶対撮ってるじゃん。そうなんですよ。なんで言わないの。だっていつもだって喫煙所に消えてるもん。よいよいよいよ、そんなに言ってばかりやつ。いつまで消えてるでしょ。向こう行って、帰ってきてバッグ持ってたら明らかに俺これ言ってましたし、これさ、言ってましたし、なるべくリュックの音。いやいや、だから聞いて、俺素質が弁護士だから、で、大体弁護士だから、俺が疑わしきは罰しないから違う疑わしきだけど罰するのはあかんから、自分の目で見てへんものを。ちょっとばっかりですね、でもだってさすがに、もうこいつも長さ見てかわいそうだなと思って、まさかの仲間が抜きに対して、あ、そうそう、俺ね、言ってましたよ、こいつが突っ込んでくる。長さ、仲間なんだ。一応仲間って言ってたよ。お願いして、乗ってもらったんですよ。で、ラモさん、お前さ、ちょっとね、企画おかしいから。社長ってか言える企画、先生が取ってもらう。そんなって企画、先生が。僕らさって言って、ラモさんって言ったのも、一人に言えないじゃないですか。その言わないんで、言わないよ。ちょっとトップに立つんなら、それ言わんダメでしょ。それはちゃんとしないとダメでしょ。ここはでも言わないとね。言わないですよ。相手選んじゃダメですよ。俺と思ってる。お前、会社の東京もあるトップ、俺の彼女やから。いや、そういうことですか。何を言えば正解なんですか、あれ。いや、それちゃんと言わないと、1000万取られてるんですか。返してくださいって言ってほしかったです。でも、言ってみようか。でも、もうこれは気づかなかったというか、言えなかったってことなんで。あ、そうですね。そうですね。いやいや、これがもらえるんだ。いやいやいや、
ラグビーさんカメラ回ってたら強気っすね。カメラ回ってると思ったら急に急にバンバンこう。それぐらいめっちゃビビってたんですよ。プーさんかなと思ってもまだ攻め方があるでしょ。こっちの攻め方が。そこですぐ言わん、そのいい言わんでいいでしょ。そんな大の大人は大の大人に。もっと言い方あるでしょ。プーさんが一人の時にプーさんちょっといいですかごめんなさい。あのもしかしてって。そんなだって。そうなるね。そうだね。そこ G メンがさ、そのさ60過ぎのさ。ね、退職金でさ、暮らしてるさ、ジジイが万引きした時にさ、みんなの前に俺らジジイってやらんやん。俺らジジイ捕まえたぞってやらんやん。じいちゃんちょっとごめんなさい、じいちゃんちょっといいですかねやるやん。それよ、気遣いしないと頼むわ。じゃあそれさっき企画かぶってましたね。じゃあバラしますか今日はってどうしたんですか。だからプーさんに後で。ああ、それでそこはそうやん。こんなじゃない、そんな前人を見てる前で65過ぎのジジイをやな。こんなええやん、捕まえた時にこんな風に手持ってこんな人たちかわいそうやん、そんな。後付け感ありますね。いや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 、後付け感もありますよ。1000万やぞお前。まあそうっすよ。じゃあそのうちの人とかもらっていいっすか。とりあえず1回。いやいや、で結構強気で来たらあげますよ。いつものやつやね。いや、ビビったわ。あ、そうっすか。うわ、一瞬や気まずいと思ったわ。じゃあ、山分けにしましょうか。いやいや、拾ったんじゃないんだよ。それで100ポイント、それでも1割ですよ。いやビビった。やめてよ、そういうの。俺の心理的な攻め方があんねんから。ここだけで完結しないでほしい。侵害、逆に侵害。取れたくはないっすよ、ほんまに。俺が掴みやすい。ちょっと、どうしてたぶん、もう一度の時にやるよ。そしたら、また忘れた頃にもう一回やりましょう、これ。そうすれば、あの今回は、次回は、もうちょっと泳がした方がいいんじゃないですか。でも、ほんまに僕は後で言うつもりでしたね。本当ですか。あ、それは本当に。いや、みんなの前で言わないでしょ。じゃあ、いいさん、あの半年後ぐらいに。あ、そうですか。お願いします。金額かけて。はい。金額かけるんだって。あの、1ケース1本ぐらいにしてるんだ。全然後で言うつもりでしたからね。プーさんに連絡取ってすいませんっつって、じゃあそれ100本やってても、ここ一緒におる時はやっぱ言われへんわ。別の時やろ、この関係がね、余裕はん、俺そんなハートやで、分かる。ハートやで、何でもビビってたじゃなくて、えビビってたらハートじゃなくて、俺結構動画見てるから。でも言って21秒でありますよ。ラハさんが本気を出したらしまった、多分。あんなね、動画の7割ぐらいお蔵入りになるから切れてるし、ね。なんで知ってんすか。そんな人嫌よ。なんで知ってんすか。そんな人から今ほんま怖いっすか。そうっすか、わかりました。まあじゃあ、とりあえず今日はもう普通に企画やりましょう。その1000万円で折り鶴を作るでした。そうですね、炎上ですね。なんか穴開けちゃって折り鶴でした。あれも迷惑や、折り鶴。これも言ってもね、折り鶴。あんなもらう方迷惑だろ、あんなもん。あの入院した時とかですか。絶対迷惑なんですよ、もらう方は。そうっすね。あれでも一緒に戦ってるってことですから、これね、時間もかけて。だって言ってるけど、意味わからんから、これでもこっちで介護してよ。介護してよ、こっち来てないんだな。してられないんだよ、一生。そうや、大変や、あんな考えてくれたら。気持ちがずれてるから、海外組2人は。今のだっておかしいっていうね、違うって。日本には日本の攻め方があるから。ああ、なるほど。攻め方があるから、そんな雑なもん一線をここで切らへんかったら、ちょっと社長としての威厳がどうのこうの。ここで切れるかよ。俺かしこまっちゃう。ここでいきなり切れるかよお前。え、これエグいやつじゃない。これあれっすよ。え、これめっちゃ高いっすよね。ロマネコンティっすよ。やばっ。いや、ほんま見張るよ。今日はこれをこれコンビニで買ったんです。いやこれに移し替えて、うわーマジっすか。はい、おもろい。これを中身変えて、ラハイのその味利きみたいなブランディングを下げていこうかなっていうことですね。移しても大丈夫。多分移しても大丈夫。多分いや、これさすがに気づかなかったってやばくないですか。なんか私そういう男の人と絶対付き合えない。このぐらいでしたよね。すごい甘かった。めっちゃ甘かってる。なんか言ったいですね。ああ、ぜひぜひ。なんか新居はね、家飲ないんですか。なんか確かに。え、そんな家飲みとか大丈夫ですか。え、全然私は飲みたい。マンジっすね。マンジっすね。です。